いを、ゆっくり実況。皆さんこんにちは、第2回です。いつまで続くかわかりませんが、飽きるまでやってみますね。さて、前回ですが、天元に打つことばかり考えていたので、挨拶するのを忘れていました。これはいけません。対局を始めます。誰にでもしっかり挨拶できる人間に、私はなりたい。また黒ですね。黒は無茶できて好きです。ご覧の通り今回はボノボ。天元以上に見られない手ですね。私も公式戦では打たれたことはないです。二手目天元を期待しましたが来ませんでしたね。空気読め。完成しました。この形は陶器かと言います。知ってる人は知っている。知らない人は覚えてね。黒石三子で、一隅を完全に掌握し、さらに両方の辺に対して、強大な力を持っています。まさに壁のよう、容易には近寄れません。実際、プロの実戦でも、一時期よく打たれていたそうです。白の星にかかり、上辺を模様にしました。大ゲイマに開いたのは、陶器家にあまり近寄りたくないからです。割り打ちしました。右辺に開くのと、どっちがいいのでしょうか。良い受け方ですね。一見に受けるのは自然ですが、三三に入られて甘いです。さてどうしたものか。良い飛びです。これは常識かもね。なんだか相手から、強い人の香りが漂ってきています。それにしても、今回はサクサク進んでいきますね。これは中盤までいけるかも。打ち込まれました。一応そこは、大ゲイマの急所。急所ってなんか卑猥ですね。急所はともかくとして、囲碁用語って物騒ですよね。切るとか荒らすとか殺すとかね。あと、もがいたり叩いたり目をつぶしたり押しつぶしたりもしますね。そもそも囲碁って、相手を、いかに出し抜き、蹂躙し、屈服させるかってゲームですもんね。まさにエスッケの強い人にはぴったりですね。ヒカゴに続く囲碁漫画では、主人公がドエスってのはどうでしょうか。誰か書いてくれないかなぁ。ネウロみたいなの希望。
やっと今日も、授業が終わって放課後です。それでは部活に行って、後輩の口に、小石を詰めて遊ぶとしましょうか。ガラガラ。やあこんにちは、ちゃんと囲碁打ってますか？ゆっくり先輩。お早いですね。今は、井山くんと張羽様の名人戦を並べているところです。実は先日、二人が、ゆっくり先輩をめぐって、激闘を繰り広げている夢を見ましてね。非常に、心躍る戦いでした。それはそれは。あなたは勉強熱心ですね。感心しました。むむむ。あなたはどうして普通に座っているのですか？棋譜を並べるときは、常につま先立ちだと、あれほど言っていたでしょう？ああ、すみません、すっかり忘れていました。まったく仕方のない人ですね。罰として今日からは、棋譜は逆立ちで並べなさい。ええ、無理ですよ、そんなこと。うるさい黙れ。お前は黙って私の言うことを聞いてさえいればいいんだ。口答えした罰です。ちょっと口を開けてみなさい。ひえー、何をするつもりですか？早くやりなさい。こうでしょうか？もっとです。顎が外れるまで開けるのです。あががががが。ふふん、いい格好ですね。それじゃあ、対局を始めましょうか。囲碁、ゆっくり実況。少し調子に乗って、上辺を囲いすぎました。左辺の黒が弱くなり、下辺の黒との、絡み攻めを受けるかもしれません。いや、それ以前に、脱出できずに封鎖されるかもしれない。まずいかも。しかしまだ、白も弱い状態なので、それほど強引には来ないはず。おそらくここが、中盤最大の要所。うまくさばいてみせましょう。いやーそれにしても、中盤は激しくって、実況していても面白いです。割り込みが少し怖いですね。こういった覗きは、できるだけ決めたくありませんが、仕方ないでしょうか。この位置にコスまれると、つけたくなるのは人情というもの。なんとかなりそうですね。さて、もう少しして一段落すれば、おそらく上辺の黒模様に入ってくるでしょう。それを、どうやってうまく攻め、場合によっては殺すかが、この対局の明暗を分けることとなるでしょう。乞うご期待。この対局は放送時間を大幅に超えて打たれましたので、ここからは手順のみご覧ください。
それでは、終局直前の様子をご覧ください。今回は相手の意思をうまく殺すことができ、寄せでも相当得をしていたので、最終的には20目ほど勝つことができました。途中何か変なのが始まりましたが、気にしてはいけません。それではこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。以後、ゆっくり実況。皆さんこんにちは。第3回です。今日はまだ先輩が部室に来ていませんので、私が実況していきますね。マウスポインタが変わっていますが特に意味はありません。対局を始めます。私は先輩ほど強くはないので、どうなることやら。さて、私は白ですね。どうしましょう。白番の打ち方ですが、序盤では黒の数が多いので、戦いを起こすのは得策ではありません。できるだけ、ゆっくりした展開に持っていくことが、重要です。ゆっくりさせるためにはコスミでしょうか。でも、なんか気に入りません。かかり返しました。よくある手ですよね。なんか変なところに挟まれました。こんな手あるのですか？四間バサミなんて、ハサミというより開きに近いですね。先輩は爪とハサミを間違えてましたが、気づいていながら指摘しなかったのは内緒です。下付けしました。本当にこんな手で良かったのでしょうか。なんだか凝りがたちになっているようですが、気のせいでしょうか。なんとそこで桂馬とは、なんだか中途半端ですね。押すならどんどん押していきたいです。それに何より、ここにつけられてはいけません。コスミつけて立たせる手は、飛びと一緒になって、初めて力を発揮するのです。
ここにつけられればもう大丈夫です。ああ、安心してたら愚形に押さえてしまった。ここは伸びとかないとダメです。見るも無残な秋三角です。吐き気がします。この下羽はとても大きいです。相手の地を減らすことはさることながら、自分の弾点の補強にもなっています。こちらの形は悪いですが、相手も褒められたものではないので、まあまあといったところでしょうか。ガラガラ。ゆっくり先輩。遅くなりました。ちゃんと実況やってますか？もちろんです。今こんな感じです。なるほど、あなたにしてはまあまあですね。これからの碁です。それでは、私は隣で応援していますので、最後まで頑張ってね。お墨付きをいただきました。それにしても先輩は優しいですね。この前読んだ漫画の主人公とは大違いです。当たり前です。私はいつだって優しいですよ。そしてとても可愛いです。ノーコメントです。さて、そうこうしているうちに、うまい具合に断点をつなぐことができました。これは嬉しいです。ここは気になっていたところでした。私は挟みましたが、黒を封鎖してしまうべきでしたね。まあ白地ができたので、これもありでしょう。黒の付け引きは、決めてしまいたくないです。少しもったいないです。またつけてきました。このつけ引きもしない方がいいです。白地が固まってしまってます。黙って右辺を飛んでいくべきでしょう。待望の羽です。超気持ちいい。善悪はともかくとして、相手は醜悪な無形です。ここは跳ねたいところ。二目の頭はなんとやらと言います。しかし自信が持てません。このあたりは黒の勢力圏です。自重すべきでしょうか。何を言っているのです。そんなところ跳ねてしまいなさい。やってしまいました。先輩は強気ですね。当然です。形勢はこちらがいいですが、ただ穏便に打つのではいけません。逃げているだけでは、相手に力を蓄えられてしまいます。攻めは最大の防御。相手の形を崩してこそ、反撃を受けることがなくなるのです。ふふ、私今いいこと言いました。なるほど、一理あります。しかし、この感じでは、それほど黒の形を崩しているとは、言えないのではありませんか？そんなことはありません。十分崩れていますよ。そして、白の形も崩れています。それじゃダメじゃないですか。どうするんですか？そんなことは知りません。これはあなたの碁です。自分で考えなさい。ひどいです。さっき褒めたのは撤回です。これは困りました。ここで伸びると、先ほどと同じく、急所に打たれるでしょう。
かといって、うまい対策も思いつきません。さっき、霧を防いだところは、あそこにしっかり繋いでおくべきでした。もう後の祭りです。やはり来ましたね。さてどうしましょうか。ここは絶対に繋ぎたくはありません。相手の言うことを聞いていたら自利品です。何か別の手を考えます。今の状況ですが、やはりこちらが優勢でしょう。しかしその差は決定的なものではありません。まだまだ大きなところが残っていますので、気を抜くことはできません。これは、どう受けるか様子を聞いています。受けました。これで断点を守ったふりをしておきましょう。左上の黒字が気になります。このような味の悪いところには何かしら手があるもの。さっきから読んでいるのですが、いい手が思いつきません。私は爪語の能力がないので、深くまで読めないのです。もっと精進しなければいけません。コスミつけました。やはり跳ねてきましたね。相手は羽一本で先手を取る気でしょうか。問題はここで羽出す手です。うまく黒をダメ詰まりに導きたいのです。別にこんなに頑張らなくてもいいのですが、強くなるために厳しい手を追求していきます。羽出しました。自信はありませんが、やってみます。ここで付け越し手を見ています。あるいは一路左の方が給食祭でしょうか。迷いどころです。結構しました。そうです、この手順で黒をダメ詰まりに導きます。この霧は何ですか？ありえません。締め付けが見え見えです。左下の白が死ぬとでも言いたいのでしょうか。今のあたりは打足でしたね。ない方がずっといいです。それにしても、もっといい手はなかったのでしょうか。もちろん、これでも十分すぎる結果ですが。
さて、勝ちもほぼ決定したことですし、実況も終わっていいですよね。この対局は放送時間を。待ちなさい。それは私のセリフです。この対局は放送時間を大幅に超えて打たれましたので、ここからは手順のみご覧ください。それでは、終局直前の様子をご覧ください。少しぼんやりしていて、最後危なかったですが、勝つことができました。中盤もしっかり実況できてよかったです。次はどんな碁になるのでしょうか。それではこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。囲碁、ゆっくり実況。皆さんこんにちは。第4回です。今日は、無料室 D というところに、来ています。ここはですね、ご覧のように中国人で溢れ返っています。日本人はほとんどいません。まさにアウェイといった感じ。果たして、中国人に私の語が通用するのでしょうか。それでは始めましょう。対局を始めます。中国語はニーハオしか知らないので、そう言っておきましょう。さて、今日は小目にします。やっぱりやめます。こちらの斬新な手にノータイムで返してきました。中国ではこんな手が流行ってるのでしょうか。これも一つの高木定石です。場合の手ですが、覚えておいても損はしません。白地が大きいだって、うるさいです。そんなこと百も承知です。序盤での確定時など、どのような意味を持つというのか。囲碁というゲームは、最後に地の多かった方が勝ちなのです。そこを間違えてはいけません。面白いかかりですね。
真っ向から小目にかかるのでは、かけられていけません。しかし、これは普通に受けて黒も十分でしょう。地が大きい上、白も不安定です。いい飛びですね。同じところを黒に打たれてはいけません。黒に地を取られるようですが、右辺の黒の厚みを働かせないようにしたいのです。まさか、打ち込まれました。これは予想外でした。激しいですね。右下に大きな字を持っているくせに、傲慢な人ですね。切り違いですね。裁きの常用手段です。ここで注目したいことは、最初に打った石が主張あたりになっていることです。私は初手にして、この展開をすでに予想していたのです。百手先を読むとはまさにこういうこと、トウヤアキラもびっくりです。引きました。切り違いには、すぐに当たりしない方がいいことが、多いです。
残りは各自、脳内で私の声を補っておきなさい。この対局は放送時間を大幅に超えて打たれましたので、ここからは手順のみご覧ください。その目、君の目に映
終局直前の様子をご覧ください。今回は序盤から激しい戦いでとても面白かったです。反省すべき点としては、相手の強引な手をしっかりとがめることができず、勝負を長引かせてしまいました。もっと決定力をつけなければなりません。それではこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。以後、ゆっくり実況。皆さんこんにちは。第5回です。それにしてもひどい雨です。このような日には、漫画や小説では決まって何かが起こります。対局を始めます。まあ気にせず実況を始めましょうか。今回は大田科目です。皆さんの中にもきっと愛用している人がいるでしょうね。太田科目定石には難しい変化がありますが、数自体は多くないので覚えてしまえばただそれだけです。使ってみると結構面白いので、一度試してみてはどうですか。かかってきました。太田科目には古目にかかるのが普通です。星にかかるのはあまり良くないとされています。下から受けましたか。ぜひ跳ね出してきて欲しかったですね。これは白の妥協した形で、黒が少し得です。跳ね出しから何回定石に入ります。知っていないとそうそう打てません。なんだかいい感じです。左上をしまってもいいのでしょうが、太田科目からの締まりはなんだかしっくりきません。詰めてきました。
このまま放置すると、覗きからいじめる手があります。非常にうざいです。コスミは間に合わせの手です。ぶつかりとどっちがいいでしょうか。それとも、左下にかかった時に、右辺を眉間に開いておいた方が良かったでしょうか。教えて強い人。両がかりしました。なんか、どう打っても黒が十分な気がします。いつもの定石ですね。しかしこの場合は、下辺の厚みを消されて白がいけません。電気が、停電ですか？そうみたいですね。これは弱りました。どうしましょう。待っていれば、そのうち復旧するのではないですか？そうですね。時間が切れてしまわなければいいのですが。ひどい嵐でしたからね。私も嫌な予感がしていました。まったくです。そういえば、ろうそくがあったような気がします。あれですか。この前、精神統一に使っていたやつですね。探してみます。ありました。やはりろうそくはいいものです。心が落ち着きます。ところで、暗闇の中で二人っきりですね。そうですね。そしてその一人は、とても魅力的な女性ですね。確かにそうですね。先に言っておきますが、変なことしたら、つけこしますからね。意味不明です。攻めは桂馬が基本ということです。しかし相手が強い石の時は、つけて固めてしまった方が得策ですよね。何が言いたいのですかあなたは。つまりですね、先輩が。じゃあ。すぐそこでした。そうですね。先輩、ちょっと苦しいです。はあ、すみません。びっくりしてつい。
でも、もう少しこのままでいていいですか？というような囲碁漫画はどうでしょうか。そうですね、私は好きですが、嵐で閉じ込められるなんてありきたりすぎませんか。ありきたりでいいのです。その方が囲碁という素材が引き立つのです。そんなものですか。ところで、実況の方はどうなったのですか？は、すっかり忘れていました。今は、左辺が適当に進んで、上辺が適当に進んでいるところですね。何ですか、その適当な実況は。勘違いしないでください。ここでの適当とは、いい加減という意味ではなく、妥当という意味です。私は妥当な実況を、常に心がけているのです。ものはいいようです。それにしても順調に進んでいます。このまま何事もなく、勝ちまで行ってしまいそうです。それって負けフラグですね。いえいえ、この後の予定としては、上辺の白を適当にいじめて、左下を適当に動いて、右辺に適当に打ち込んでやります。そして適当に寄せて終わりです。規定事項みたいに言わないでください。残念ですが、規定事項です。この対局は放送時間を大幅に超えて打たれましたので、ここからは手順のみご覧ください。Bye.
それでは、終局直前の様子をご覧ください。上辺を荒らされて少し危なかったですが、終わってみると10目ほど勝ってました。勝った後しかあげてないだろって？そんなに、私の無様な姿が見たいですか？それではこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。